シャイニングスター童話劇第1話、3匹の子豚。森の中に子豚の3姉妹が住んでいました。1番目の奈良豚は面倒で藁で家を建てました。2番目のシア豚は一生懸命計算して最先端の木造の家を建てました。3番目のソギ豚は臆病者で強いレンガでしっかりとレンガの家を建てました。ところで狼たちが現れて豚たちが持っていた衣装カードを奪おうとするのです。実はこれは全部リリオオカミの計略だが、まあとにかくヘラオオカミはまずセバスチャンを呼んで大型の扇風機を持ってくるようにして奈良と奈良の家を飛ばしました。次はリリオオカミが最先端の木造の家をハッキングして分解しました。奈良豚とオシア豚はソギ豚の家に逃げてしまい、オオカミたちは追いつけました。だが強いレンガの家の前では何にもできなかったです。その時ローズオオカミがレンガ家のドアにノックしました。ドアを開けてくれたソギ豚が関係しローズオオカミだけを中に入らせてくれました。おしまい。